十字屋長子店は、千葉県長子市にあった大型店である。十字屋が1960年12月に、長子市神谷町2番地に、売り場面積約330平方メートルの衣料品店を出店したのが始まりである。この十字屋長子店は、開設時点では、長子市内でも最大級の大型衣料品店であった。1976年10月に、 調子市の表玄関である調子駅前通りに十字屋調子店として百貨店を開店した。この十字屋調子店開設の際には調子商店連盟連合会が売り場面積の縮小など3項目の意見書を提出するなど反対運動を行ったが、1974年の調子市長選で誘致を掲げる島田が当選を果たしたことなどが影響して進出が決まった。 しかし、実際に開店してみると、銚子駅前の商店街の通行量の増大や、地元の商店主らの積極的な営業姿勢への転換などの効果をもたらし、銚子の商業発展につながったとされた。銚子市内唯一の百貨店で1991年に売上高約107億円を上げたが、郊外型店との競合や不況の影響などで2004年に、 売上高約47.5億円に落ち込み、産業再生機構の支援を受けて、経営再建する一環として2005年11月30日に、閉店した。末期には閉店撤回を求めるべく、署名活動までされたが、撤回は実らなかった。店舗跡地は、当初、ジャパンレジャーサービスグループの松屋百貨店による、商業施設、リズムが、地下1階が食品で、 地上1階は、婦人服など全館を使って2008年11月14日に、開店する予定だったがテナントが集まらず断念し、2008年11月下旬から2009年1月頃に、かけて解体された。しばらくはさら地であったが、ジャパンレジャーサービスグループの松屋百貨店が、運営会社、手牛横丁を設立して2011年7月から、 木造平屋建ての調子漁港市場、手牛横町を建設して2011年12月オープン、予定していたが、テナントが集まらず何度も延期をして2012年10月に、全面的に撤退することを表明した。完成したものの使われていなかった、手牛横町の建物に、駅前にある、調子セレクト市場を移転することになり、2014年12月に開業した。ABC。 続調子師史調子師、1983年2月。ABCDE に沼明。十字屋調子店、取り壊し開始。市内唯一のデパート消滅。毎日新聞 AB、十字屋調子店が閉店。日韓大衆日報。ト石志郎もう一つの調子戦後の民主運動50年史。名の花出版。1998年8月。 ISBN 978から49億3137万9084。松屋百貨店。昨年閉店の十字屋調子店を買収。毎日新聞。新沼明。十字屋調子店跡地。新商業施設。開業へ新名称はリズムから JR 調子駅前。毎日新聞。調子の百貨店跡に魚屋。野菜の屋台村。朝日新聞。 AB 新調子セレクト市場12月オープン商店街活性化の起爆剤に産経新聞調子セレクト市場移転調子駅前から十字ー跡地に読売新聞ありがとうございます